今回の問題、 IPSLA はサービスレベルの検証やパフォーマンスを測定する機能です。 IPSLA で収集された情報は SNNP の何々に格納されます。 IPSLA のオペレーションタイプとして ICMP を利用すると、何々を計測対象に送ってその何々から接続性を確認します。こちらは小 IPSLA Statistics の実行結果です。こちらの結果を見ると、直近のリターンコードは何々であり、成功した回数は何回、失敗した回数は何回であることがわかります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 IPSLA はサービスレベルの検証やパフォーマンスを測定する機能です。 IPSLA で収集された情報は SNNP の MIB に格納されます。IPSLA のオペレーションタイプとして ICMP を利用すると、 ICMP のエコー要求を計測対象に送ってその応答から接続性を確認することができます。こちらの小 IPSLA Statistics の結果から、直近のリターンコードは OK であることが分かり、成功した回数は81回、失敗した回数が13回であることが分かります。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは IPSLA です。 IPSLA の S はサービスの S です。 IPSLA を使うと、さまざまなサービスに関わるパフォーマンスの検証や計測をすることができます。管理者として IPSLA をうまく使えるようになると、新しく導入するサービスの事前調査、さらに分析に使えたり、さまざまな用途で利用することができます。今回の動画の流れは、 IPSLA の役割としてオペレーションタイプや小 IPSLA Statistics の見方などを勉強していきます。動画の最後には、久しぶりにおまけトークでトラッキングオブジェクトと先輩に褒められた話というところまでお話ししてみたいと思います。もしよければ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは動画始めていきましょう。 IPSLA の SLA はサービスレベルアグリメントの略です。この機能を使ってサービスレベルを検証したり、ネットワークのパフォーマンスを把握し、そのパフォーマンスに応じた経路の制御をすることもできます。 IPSLA はパケットレーサーでサポートしていないようなので、今回は実際に動きをお見せすることができないのですが、図を使って説明していきたいと思います。まず IPSLA にはオペレーションという概念があります。オペレーションはいくつかのタイプがありますが、 CCNA では ICMP のオペレーションタイプを覚えておきましょう。 ICMP のオペレーションタイプの場合、例えばIPSLA センダーであるこちらのルーターから、計測対象である IPSLA レスポンダーに向かって定期的に ICMP のエコー要求を送ります。つまりピングを行うものだと思ってください。エコー要求を受け取ったらエコー応答が戻ってきます。この応答の結果を使って、どれくらいの時間で応答が返ってきたか、何度送って何度成功するか、逆に何度失敗しているのかという情報を取得して、サービスのレベルを検証、パフォーマンスを計測することができます。測定の結果は SNNP の MIB に保存されますが、小 IPSLA Statistics で確認することができます。一番上は IPSLA のオペレーション ID を表しています。 IPSLA センダーに SLA を設定するときに、オペレーション ID を指定して設定していきます。この時に指定した番号がここのオペレーション ID になります。オペレーション ID を設定したら、次はオペレーションのタイプを指定します。今回は ICMP エコーを設定した場合で見ていきます。 ICMP の送り先として IP アドレスを設定したり、頻度を設定したりすることができます。 Latest RTT は最新の RTT を表しています。 RTT はラウンドトリップタイムの略です。 ICMP を送って応答が返ってくるまでの時間を表しています。次が最新の計測時間です。 IPSLA を設定するときには実行スケジュールを設定します。その実行スケジュールに沿って ICMP の応答を送るのですが、直近でいつ送ったのかがここに表示されます。次が直近のリターンコードです。こちらの例ではリターンコードが OK になっているので、応答があり ICMP の通信が成功していると判断することができます。次が成功の数。ICMP 応答が成功した回数が81回。ICMP 応答が失敗した回数が13回になっています。この結果を見ると、成功が81回、失敗が13回なので、安定して通信できていないことがわかりますね。最後が実行期間に関する情報です。IPSLA は実行する期間も設定することができますが、こちらの場合は Forever となっており、永久的に実行する設定になっています。
それでは今回は一緒に IPSLA について勉強しました。パケットレーサーで実演することができないので残念なんですが、今回は以上になります。最後のまとめに移る前に少しだけお知らせです。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めたいと思う方は、今年ネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアだけではなく様々な人が参加してくれています。職場以外のエンジニアと交流して情報交換するのもとても面白いと思います。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているのでぜひご覧ください。それでは今回のまとめです。 IPSLA はサービスレベルの検証やパフォーマンスを測定する機能です。 IPSLA で収集された情報は SNNP の MIB に格納されます。 MIB に格納されますが、ショーコマンドを使って内容を表示することができます。 IPSLA オペレーションタイプとして ICMP を利用すると、ICMP のエコー要求を計測対象に送って、その応答から接続性を確認することができます。こちらの小 IPSLA Statistics の結果から、直近のリターンコードは OK であること、成功した回数が81回、失敗した回数が13回であることがわかります。それでは今回の IPSLA については以上です。今回は動画が短めになってしまったので、おまけトークもつけてみました。もしよろしければ最後のおまけトークまでご覧ください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではおまけトークです。本編かなり短くなってしまったので、久しぶりにおまけトークつけてみたいと思います。2つおまけトークあるんですけど、1つはトラッキングオブジェクトについてです。これは CCNA の範囲ではないので本編に入れなかったのですが、今回勉強した IPSLA を使ってトラッキングオブジェクトを使い通信経路を制御することができます。 IPSLA を使うとIPSLA センダーから定期的に計測対象であるレスポンダーに向かってエコー要求を送ることができるというのは先ほど話した通りです。トラッキングオブジェクトを利用すると、もし応答が返ってこなければルーティングテーブルからその経路の情報を削除することができます。この仕組みを使ってメインの経路に対して IPSLA を使って通信経路の正常性を確認しつつ、通信ができないと判断したら別の経路に切り替えることができます。以前勉強したフローティングスタティックルートと似ている部分がありますが、フローティングスタティックルートの場合は物理的にリンクが切断された場合やシャットダウン状態になった場合にルーティングテーブルからその経路情報をなくしていました。 IPSLA のトラッキングオブジェクトを使えば、その経路とは通信できる状態で ICMP のパフォーマンスの結果によって通信経路を切り替えることができます。通信経路のパフォーマンスによって切り替えることができるので、フローティングスタティックルートよりも柔軟な制御ができると言えます。 IPSLA はトラッキングオブジェクトとして利用されることが多いので、このような知識を知っておくと現場で役に立つかなと思います。最後にもう一つおまけトークで、こちらは本当にどうでもよい話なんですが、皆さんこのコマンド発音できますか？これスタティクティクスと発音するんですけど、この発音難しいですよね。私が新人の頃の話ですが、奇跡的に私はこのコマンドを噛まずに発音することができました。その時先輩が、これを最初から噛まずに発音できたのはマサルが初めてだよと褒めてくれました。新人の頃はできないことばかりで不安ばかりありますよね。こんな些細なことなんですが、今でも覚えているくらいこの時に褒められたことは嬉しい出来事でした。皆さんがもし先輩という立場でしたら、ぜひ新人の人が少しでも自信を持てるように些細なことでも褒めてみてあげてください。それではおまけトークまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。